なんでカズマくんなの？わかりませんが、おそらくは我々のリーダー格だとみなしてのことではないでしょうか。違う。俺がこのテコ入れを監獄長に持ちかけたからだ。まあその程度で済んでよかったと考えるべきか。一応やれば死なずには済むってことね。レン、いいか？は、いい。先ほどに増して蒼白なレン。どんぐらい痛いかわかんないしね。カズマ、スタンガンを持ってくるんだ。どこにあんだ？シェルターとかいう部屋にあんよ。知ってんだ。意外なやつが教えてくれた。なるほど。この壁の配電ボックスみたいなやつがケースだったのか。蓋を開けると棒状のスタンガンが同じ棒型のくぼみにはまって5本収納されていた。いや4本だ。くぼみは5つあるが1本すでに取り出されている。誰か持っている。今は後だ。取ってきた。さっさと済ませよう。聖一郎の言葉に無言でうなずき、レンが一歩踏み出す。あのでっかいやつじゃないのかね。お姉ちゃん大丈夫大丈夫、ちょっとビリッとするだけだから。ピカチュウ先輩、人思いにやっちゃってくださいな。何かやってくれたんです？俺だけに聞こえるようなささやき。こんなつもりじゃなかった。すまねえ。いいえ、電気椅子よりずっとマシですし。先輩にやられるんなら我慢できますから。その言葉の意図は今は考えるべきじゃない。すぐ済むからな。俺はレンの肩にスタンガンの先端をそっと当ててゴム製のグリップを握りしめ、その下部にあるダイヤルを回して出力を最小に調整する。そして親指の位置にあるボタンを押した。奇妙なバネ仕掛けのおもちゃのようにレンは一瞬全身を引きつらせ、絶叫が俺をひるませた。バカ、途中で話したら。ガクリと崩れ折れる小柄な体。だけどよ、まあ話しちゃうよねビビって。レンは両手で自らを抱きしめ、止まらぬ全身の震えを抑えようとしているようだ。やばい無理とでも言うように小さく首を横に振りながら、お姉ちゃん、駆け寄ろうとしたユウの肩を掴んで止めたのは七尾だった。これをやんなきゃ小ヶ原さんは死んじゃうんだ。でもじゃない。目の前の苦痛を避けて確実な死を迎えるのはバカのやることだ。ユウは言葉に詰まりうつむく。すみません取り乱して。あ、案外良かったかもですよ。へへへ。悪いがそんな軽口で気は楽にならねえよ。俺は例の手を取って、罪悪感から逃げるためには自分も傷つけばいい。そのまま通電した。手つないだまま。バカ野郎。5、4、3、
全身が凄まじい苦痛を伴って激しく痙攣する。2、1、0、もういい、よせという誰かの声と床にぶち当たる衝撃がどこか遠くに感じられた。どうやら巫女に頬を張られて目が覚めたらしい。なんて無茶なことするの？半分朦朧とした状態でお叱りの言葉とさらにもう一発の平手をもらう。ああ、すまん。ああじゃないよ、もう心配したんだから。すまん。もう。レンは？お前よりだいぶ先に目を覚ましたぞ。その言葉に身を起こすと、少し離れたマットレスの上で毛布にくるまって座っているレンの姿が見えた。ユウから何かカップ入りの飲み物を受け取っていって、表情は明るい。手首には青いキーホルダーが結びつけられているのが見えた。キーも戻ったんだな。あのあと執行人が出てきて置いていった。二度と忘れないよう手首に結んだのは僕だ。ナイス。やれやれ、朝っぱらからとんでもない騒ぎだった。飯は食えるか？ああ。じゃあ飯だ。とっとと切り替えて、こんなの忘れてしまおう。立とうとすると、地についた右手に鈍い痛みがあった。見ると、指先に火膨れがあった。スタンガンの電気が通り抜けた後なのだろう。このくらいで済んでよかった。傷のことも、レンのことも。飯は結局、朝昼兼用になった。昨日の残りのカレーに加え、インスタントやレトルトなど、あるものを食うという方向性。どうやら倉庫の中の食材は、夜の間に足されていたらしい。ご丁寧なことだ。俺やレンはさすがにろくに食えなかった。それに遠慮してか、量が控えめなやつも多数だった。で、その後、ゲームの攻略に関する話し合いがあったわけだが、結論から言うと、ほとんど何もわからなかったんだ。まず囚人側も監守側と同じく、ドアの開き方が変則的だったことが確認された。どうやら最初は一番左から開いたものの、3番目と4番目が逆の順で開いたらしい。その時に監視側と同じようなドタバタがあって、巫女が七尾の前に入ったことで順番がずれた。 C も D も接続先が不明なドアだ。くるみの証言から D と A がつながっているという予測もあったが、俺はこれが間違えたと知っている。一応結果的に D を通ったエレナと、これまた結果的に E を通った聖志郎が再び同室になったので、ドアとドアがつながっているという仮説はまだ有効だが、他がどうにもおかしい。くるみが入った部屋は、前日にあやね先輩が U にあった部屋で、仮説が正しければくるみは優に会うはずだった。しかし証明は取れなかった。ずっと何を言っても黙ってるの。くるみ、相手が殺人鬼かと思っちゃった。僕の相手もそうだったよ。いくら話しかけてもさ。だからくるみちゃんじゃないみたいだね。それどころか、
自分と話してたのミコミコだよね。え、相手の人ずっと黙ってましたよ。だからこっちからも話しかけられなくて黙っちゃったけど。おかしいにゃ。部屋にあった雑誌の朗読にキャッキャ戸惑ったからレンレンじゃないと思ったのに。そりゃどういう意味ですか。カズマは喋ったことは喋ったが、ここの誰とも喋り方は似てなかったぜ。レンはどうだったんだ。え、はい、私の方も相手の方が黙っててですね、こっちも話しかけられなかったという。俺の話し相手もだんまりだったよ。だからこっちも黙ってた。同じくです。誰か嘘ついてんだこれな。なんだこりゃ。監視の証言によれば、囚人は僕が一人、雪丸風の女が一人、正体不明のや変なやつが一人、黙ってたのが二人。囚人の証言によれば、監視はエレナが1名、黙ってたが4名。黙ってたと証言した監視は、リョウヤのみ。黙ってたと証言した囚人は3人。数が合わんよ。誰か事実と違うことを言ってるやつがいる。というか、話しかけられなかったからこっちも話しかけなかった。なんて本当にあるのか?普通話しかけるんじゃないか。重苦しい沈黙が流れた。本当のことを言えない事情があるんじゃねえのか。どういうことだ。在所の縛りってやつだ。正体がバレると死ぬとか、本当のことを言ったら死ぬとか、いろいろあるかもしれねえ。でなきゃあえて非協力的になる理由なんてねえだろうが。ふーむ。となると部屋のつながりを調べるなんて不可能だな。無駄足を踏ませて悪いなみんな。苦い顔で謝る清志郎。思い通りにならない苛立ちが見える。でも無駄足なんかじゃない。少なくとも沈黙している何人かは相手に対して何らかの情報をつかんだから黙ってるはずだ。つまり今の状況は自分の情報を他人に公開できず個人間の情報量に差があるという感じだな。一応確認しときてんだが、俺はこの中の全員ここを脱出したいってことでは思いは一つだと思ってる。だよな。俺の問いに全員うなずいた。そこは疑えないはずなんだ。尋問で部屋のつながりを調べるって方法がそれを実現するためには良くなかったってだけだ。だが俺は昨日の隣人の声を思い出していた。あいつは違う。あいつは俺たちの目的とは根本的に違う何かを目指しているように感じられた。あいつは誰なんだ。本当に6人目の囚人なんだろうか。それとも5人のうちの誰かなのか。すっきりしないまま正午を回ってしまった。まあなんだかんだで昨日の同一者との会話内容とかを喋らなくて済んだのは助かった。というわけで殺人兵器の開発に着手する。どういうわけだバカ野郎。ついに相方の頭が狂ったかと思い思わずチョップで強烈に突っ込んでしまった。痛いな。
暴力反対。殺人兵器は暴力じゃねえのか。道具に罪はない。戦争が悪なのだ。死の証人が言いそうなセリフだね。で、何なんです?今回の悪巧みの内容は。うむ、まあどうにも手がなくなった場合に正面突破してこの施設を脱出する方法を考えようと思ってな。とりあえずドアや壁を突破するための爆発物やバーナーの類、そして執行人を倒せる武器、これが最低限必要だ。いや、サクッと言うけどよ、ここにあるもんでだろ。うむ、どうやってだよ、特に爆発物。そんなもん良い子が真似したらまずいから秘密に決まってるだろう。え、もしかして本当の本当にできるの?なんというか、その辺はさすがと言いますか。うむ、ただそのためには諸君の協力が必要だ。言いながら聖四郎は一抱え回る巨大なバケツを差し出した。なんだそりゃ。爆発物の合成には窒素化合物が必要だ。要するにアンモニアだな。ほほう、それで?君らが日々生産しているアンモニアの原料物質をこのバケツに集めてだな。この直後、聖四郎は袋叩きにあったことは言うまでもない。軽い冗談だろう。冗談だったんだ。冗談なのかよ。本気だと思ってたならなぜ殴る。いや、場の総意で。へ、変態。城本くん変態。キモ、最低。そんなことやるくらいなら僕は電気椅子を選びます。翔だけなんて生ぬるい。西条先輩は黙っててください。そこまでとは。いや、まあ時間があるならありだけどな。1週間でってのは少々厳しい。やれやれ、しょうがない。ドアについては後回しにして先に武器に着手しよう。武器ね。監視のスタン警棒は武器にならないかな。その言葉に俺は勝手に緊張した。反乱に使えるようなものをゲーム参加者に渡すとは思えないな。執行人の防護服に防電性があるか、遠隔操作でスタン警棒自体を使用不能にされると考えるべきだ。無論この中にも簡単に武器になりそうなものはないだろうが、そこはそれ、僕の創意工夫が監獄長の想像力を上回れるかどうか一つやってみるさ。というわけで、我が身の マッドサイエンティストの挑戦が始まった。その間に監視長と集合。俺には確かめたいことがある。監視用シェルターに入ってドアを閉じる。確かにドアには小さなモニターがついていた。本屋とかにある万引き防対策モニターみたいなやつだ。外の様子が切り替わりながら表示されている。モニター内では広間で何やら物を大量に集めて作業している聖四郎とその手伝いをする囚人たちが生き生きと動いていた。で、ようだけどよ、集まった監視の面々、亮や彩音先輩、くるみ、エレナ、全員一様に表情がない。正確には
表情が消えるほど緊張が表に出ている。やりにくいがしゃあない。スタンガン今持ってるの誰だ？俺がさっき取り出した時にはすでに一本取り出されていたわけで、互いに顔を見合わせている4人。ややって誰だと思う？もともとなかったか、エレナっぽいけどね。はーい、アッシュです。でしょうな。エレナがだるそうに手を振ってみせた。エレナがどこに持ってんだ？くひゃ、カズッチ、そんなとこ見てえの？どこに隠してんだよ。つーか、なんでそんなもん持ってんだ？必要ねえだろ。あー、必要なきゃいいね、そりゃ。どういう意味だ？そりゃカズッチは腕っぷしあるからいいかもだけど、足か弱いギャルっしょ。襲われたらこんなんないとイチコロなんすよ。襲われるって誰が襲うってんだよ。萩尾さんの言葉にも一理あるかもしれない。お前までそんなこと言い出すのかよ。カズマの気持ちもわかるよ。でも考えてみてくれ。俺たちが囚人に対して有利な点は、一日一人を処刑することはできるけど、それ以外に何がある？このスタンガンだけだ。これを持ってなきゃ処刑のあと怒った囚人にリンチされて終了になりかねない。そもそも処刑はしねえだろ。ああ、しないね。でも囚人側はどう思ってるかわからないよ。囚人側とか分けて考えんなよ。全員同じ管弦部だろうが。気持ちはわかるよ。だが現実を見ろみたいな顔をしやがる。うるせえな、知ってるよ。だから俺は第4の選択肢を一番望んだんだ。あっしも考えたかねっけどさ、囚人は基本何もできねえでしょ。ちゃんと日本語を喋ってほしい、この人。だからもう殺人鬼と手組んで終わらせんべっつって襲ってこないかわからんじゃんね。ああ、知ってるっての。くるみもそう思う。みんな仲良さそうだけど、こんなところにいたらいつどうなってもおかしくないよ。小学生に諭されるなんてな。あやね先輩にも目をやるが、こちらは目を閉じて知らぬ存ぜぬだ。やれやれ、孤立無縁ってわけか。カズマは萩尾さんにスタンガンを戻せって言いたいの？ああ、言いたいね。萩尾さん、ちょっと貸して。え、今？うん。エレナは気まずそうにしながら、後ろに回した手をもぞもぞしたかと思うと、次の瞬間には手に銀色の棒を持っていた。ふっ、太ももにくくってただけですからね。言いながらスタンガンが手渡される。太もものどこにつけてたんだ？ありがとう。さて、これから全員がスタンガンを持つ。いいね。まあそれが平等だね。リョウヤは俺にスタンガンの先端を向けていた。場の緊張が一気に爆発寸前にまで高まる。ん？
ちょ、りょうやくん、マジか。もちろんマジじゃない。でも誰かがこうやって簿記を振りかざしたとき、素手のやつに抵抗する術はない。君は監視官の発言力を最後まで保つためにもスタンガンを携行すべきだと思う。これは俺からのお願いだ。その時、これまで一言も発しなかった綾音先輩が動いた。井上くん、武井くんに謝れ。なぜです？僕は正論言ってるつもりなんですが。そっちについては自分にはさっぱりわからんが、友達に対して武器を向けたことは謝っときなさい。まあこんなパフォーマンスは確かに無意味な上に失礼だったね。謝るよ。ごめん。俺に向けていた警棒が下ろされる。頼むよ。とはいえ話の流れは変わらない。カズマ。ん？なんだくるみ。くるみもこういうの大嫌いだけど。カズマ、持ってた方がいいよ。つまんないことで死んじゃう。ここまで来るともう苦笑するしかねえな。あやね先輩はどう思う？自分はどうでもいいぞ。ピストル持ってても少女に負ける自信があるからな。確かに。いつも通りのあやね先輩に場の緊張が少し緩んだ。その後、俺たちは全員がスタンガンを装備することになった。極力囚人を刺激しないように、見えないように携帯すること。あと囚人には監視官の発言力を保つためということと、執行人に抵抗するためだということをよく説明すること。この2点を互いに約束することとなった。ところで囚人側の証言どう思う？みんなごまかしてるね。基本的に俺以外はみんな囚人に話しかけてるんだから。黙ってたって監視が4人もいるわけがない。3人は嘘をついてることになる。下手にすり合わせるのも考えものだね。嘘をつかなきゃならない事情があっても疑念は疑念を呼ぶから。そうっすよ。ぶっちゃけ気分悪いよ。嘘ついてるってことはあしら騙そうとしてんじゃんって思っちゅうよ。不安にないよ。それだ。俺が昨日七尾に感じた違和感。下手なことを言えば在所の特定やルール違反につながりかねません。ゲームに従わない方針を取る以上、そこはそっとしておくべきです。にもかかわらずあいつは部屋のつながりを探ることには反対しなかった。部屋のつながりを特定すること自体在所の特定につながるのに。そう、そもそも俺たちはゲームに従わないと決めた以上、ゲームが提供するさまざまなイベントは全部無視すべきなんだ。しかし実際はそうはならない。それはエレナがたった今言った不安になるからだ。嘘をつかせるシステム。嘘がある以上疑念が生まれる。プレイヤーを監視と囚人に二分化するというルール。これにより他人に対する疑念が相手チームに対する疑念にすり替わっていく。もしかしたら
相手チームが裏切るんじゃないかという不安が生じたら、始まるのは疑心暗鬼、腹の探り合いだ。相手の動きに敏感になり、尋問や密談が行われるようになる。今の俺たちのように。そして些細な誤解やすれ違いが争いの引き金を引く。これがこのゲームの罠。結束してゲームを打ち破ることを阻害し、仲間割れを呼ぶからくり。疑念が生じるのは仕方ない。だから引き金が引かれるのだけは避けなくちゃならねえ。仲良くね、か。千鶴、マジでその通りなんだわ。